メルクリウスメルクリウスの肖像がデザインされている500、リラ紙幣メルクリウスは、ローマ神話のデイ・コンセンテスの一人であり、商人や旅人の守護神である。英語読みで、マーキュリーとも表記される。ギリシア神話の神々の伝令師ヘルメースと同化し、雄弁家、盗賊、商人、職人の被護者とされた。ヘルメースと融合する前の元来の職能や性格は明瞭でないが、その名は、 マーススに関係があるとも言われる商業の神である、ニュンペイのラールンダとの間に、ラールたちを設けた。メルクリウスの神殿は、紀元前496年にアウェンティヌス丘の上に建てられたとされるが、これは、ローマの聖書っぽメリウムの外にあったため、元からローマにいた神ではなく、外部から来た神と考えられている。ローマ歴では、水曜日をメルクリウスの左図マークリーとしている。 タキトゥスは、ゲルマーニアにおいて、ゲルマン人が最も崇拝する神をメルクリウスと呼んだが、これは、ゲルマン神話の主神王団のことであったと、考えられている。英語のウェンズデーは、メルクリウスの日を古英語で、ウォーデンの日と翻訳したことに由来する。別名をメルクリウスともエジプト人ヘルメスとも言う、ヘルメストリスメギストスは、ヘルメス主義を象徴する、神話的人物であるが、後世、 ヨーロッパ中世及びルネサンス期において、錬金術の考案者にして、諸学と義芸の祖であると考えられた。カールグスタフ・ユングは、メルクディウスについて、次のように述べる。メルクディウスは作業の始めに位置し、終わりに位置する。メルクディウスは、現初の両性具有存在ヘルマプロディートスであり、一旦は二つに分かれて、古典的な兄から、妹の体の形を取るが、最後に、 結合において、再び一つに結びつき、新しい光、すなわち、賢者の石という形態をとって光り輝く。メルクリウスは金属であるが同時に、液体でもあり、物質でもあるが同時に、霊でもあり、冷たいが同時に火と燃え、毒であるが同時に、妙薬でもあり、初対立を一つに結びつける、対立物の合一の象徴なのである。メルクリウスの変容性と多様性は、 錬金術の根本表彰であり、すなわち、メルクディウスは我々の無意識、心的世界の一つの表彰と言える。ライオンとユニコーンは共に錬金術におけるメルクディウスの象徴であるとされる。他に、ハト、鹿、ワシ、竜などもメルクディウスの同銀をとされる。ありがとうございます。